まあ僕はの中学入試は、ええ、悪だと断言しているんですが、特にそのフィギュアスケートと同じで、その幼少期の子供たちにああいうペーパーテストをまあ小学校2年ぐらいからえ強制するのって全くナンセンスだと思ったんですけど、そうするとですね、そういうこと呟いた時に昨日何人かが吹きこぼれ論を出してきて、つまりだから、学業がものすごく高い子は、これ中学に行くと孤立んじゃねえかっていう、この吹きこぼれ論があるんですけど、僕はそれに相当する人だったんで、別に中、 中学校行っても普通だったし、まあ不良の仲間とかいたけど、僕は僕で勝手に勉強してたし、好きなことやってたんで、福袋論は全く当てはまらないと思うし、それから、えっ、ー、と、なんていうんですかね、負担になっていると思います、中学入試って。つまり、だから、なんていうんですかね、僕は中学入試しなかったんで、好き勝手にあの、蝶々 <laughs> 研究したりしてましたけど、そのことによってすごい楽しかったですけど、小学校5年、6年とかね。だから、その中学入試やってたら、なんかそういうあの、くだらない、あの、本当くだらないって断言しますけど、 アザブニシの改正しにしろ、あれ、両門とか言ってる、ほんとくだらないっすよね <laughs>。だって、世界の地の大きさに比べたら、中学入試で出てるレベルなんて、本当にくだらないじゃないですか。アリンコみたいなもんじゃないですか。だから、もじゃき、ね、100歩譲って、吹きこぼれの子がいたとして、その子が、学校の勉強では退屈しちゃうって時に、いや、中学入試の勉強はないっしょ <laughs>。それて、二人で。 こうやって押さえつけてるようなもんじゃないですか。だったらどんどん物理学でも数学でも先にやりゃいいじゃないですか。やっぱりこの問題って結局ね、東大をはじめつ,つ日本の大学が入試変えるしかないんですよ、根本的に。今、東大はその学校推薦入試あるけど、まだ、えっと、高校から推薦されなくちゃいけないのかなで、各校一人とか二人っていう人数制限もあるじゃないですか。でもおそらくね、この入試で入ってきた人、あの、推薦入試で入ってきた人ってものすごい優秀なはずなんですよ、その後。だから東大がここを入れ替えて、例えばね、 あの、もう、いいっすと、うちは。その、ペーパーテストの点数で、セレクションする人たちも、まあ、ちょっと、ボリュームゾーンとして取ってきますけど、いや、うちもちょっと、例えばじゃあ、中学校の頃から、あの、物理とか数学ですげえことやっちゃってる人とか、コンピュータープログラムすごいことやっちゃってるような人は、もう入れちゃいますと <laughs>。いうルートを作ればですね、東大がですよ。まあ、東大に限らず、日本の大学は、まあ、東大象徴的だから言ってるんですけど、もう中学受験という文化はその瞬間に消えるでしょう。うん。一夜にして消えるでしょう。だって <laughs>。 あんなくだらない入試のために、本当はっきり、本当何回も断言しました。本当んにくだらない。これはね、おそらく学問をちゃんとやってる人はみんな同意すると思います。あの、中学入試が両門とか言ってるのはタコだと。タコどこ行ってタコ、はい。<laughs> 中学入試が両門とか言ってるのはタコで、まだ、まあ、だ、から全く、学問と全く関係ないんで。だから、中学入試が、あの、吹きこぼれの子を作ってるってっ全く嘘だね。吹きこぼれの子を押さえつけてんだよ。お前この先行かなくて。本当にくだらない。中学入試はくだらない。 はい。で、公立って僕は本当にあらがたってのは、その塾産業がね、公立中学を荒れてるとか、公立中学行くと学力がつかないとか、嘘つけ、このタコそれってお前らが勝手に自分たちが儲けるためにそういう風評被害流してるだけじゃねえかよ。今こうやってほら、こう未見のしわ寄ってるのわかるこの塾産業の悪者どもめか。そこで働いてる先生方ね、そこで生活の糧を稼いでる。まあ、どんな仕事でもたっといですよ。だったらその同じエネルギーをもうちょっと他のことに使いませんか 俺は日本から熟産業はゼロになっていいと思います。特に中学入試の熟産業はゼロになった方が日本はいい国になるし、よりはっていくと思います。それが俺の考え方です。なんか文句あったら、かかってこいタコ。<laughs> ということで吹き込まれる方は全くナンセンスだし、中学入試は両門だっていうのも全くのアホ、えー、な話だし、公立中学行くと学力は云々ってのは、そんなことはないっす。はい、以上です。なんか文句あるやつは、 脳の共有チャンネルに登録して行ってこい <laughs>